ねえ、マオマオ。はい。不用費が羨ましいなんて言ったら、私はひどい女かしら。あの夜の不用費は美しかった。昼に見た素朴な姫と、同じ姫だとは思えないほど。そんなことはないと思います。恋が女を美しくするのであれば、どんな薬になるだろう。